プッタラムは、スリランカの北西部州、プッタラム県の都市である。プッタラム県の県都であり、スリランカ最大の都市コロンボから北に、約130キロメートルの北西海岸に位置している。プッタラムは、塩田やココナッツの生産、漁業で知られている。また、プッタラムにあるラグームはスリランカで、最大級のものである。プッタラムは、ケッペンの気候区分で、サバナ気候に属す。 6月から9月と1月から3月にかけて短い寒気があり、10月から12月は本格的な起きとなる。気温は若干変動があるものの年間を通してそれほど変化しない。プッタラムはスリランカの県庁所在地で唯一イスラム教が多数派を占める都市であり、人口の95%がイスラム教徒である。プッタラムにはスリランカでも長いモスクが存在しており、 グランドモスクプッタラムをはじめとして、約10のモスクがある。プッタラムに位置するキャシミアマドラサは、同じくスリランカでも有名なマドラサの一つである。イスラム教以外では、仏教、キリスト教、ヒンドゥー教もまた少数派として存在する。プッタラムには3本の主要な街道が接続しており、それぞれ他の主要都市と結びついている。A3 ハイウェイは、 ニゴンボを経由してコロンボと接続しており、A10 はクルネー柄を通ってキャンディと A12 はアヌラーダプラを通ってトリンコマリーに接続する。都市間バスとしてコロンボ並びにクルネー柄、キャンディ、アヌラーダプラへのバスが運行されている。また鉄道もニゴンボを経由してコロンボへと向かう列車が運行されている。プッタラムはスリランカで2番目のココナッツの産地であり、 その栽培はイスラム教徒のムーア人が担っている。またプッタラムは塩の生産量でもスリランカ2位である。プッタラムには国内有数のセメント工場も存在している。その他の産業としてはエビの養殖や農業が活発である。スリランカ、ラージストシティーズ、ワールドギャザティア、2013年1月14日、閲覧。 プーターラムクライメートノーマルズ1961から1990アメリカ海洋大気庁。2012年12月29日閲覧ありがとうございます